ミックスしてみたら、はい、卵2つを入れました。これ混ぜて昼ご飯と夜ご飯の分です。今日の昼と夜の分です。大体2食以上まとめて焼いて作ってます。はい、こちら朝ごはんの鮭です。トースターにアルミホイル敷いて15分かけて焼いてます。すごい楽です。はい、完成しました。朝ごはん、ご飯と鮭と、鶏、豚肉と野菜と卵の炒め物です。昼ご飯と夜ご飯の分です。はい、1食目です。鮭 200g とご飯です。だいたい朝ごはんは米と魚を食べてます。理由はタンパク質と脂質が取れるからです。であとは個人的に鮭が好きなので毎日食べても飽きないので、もうほぼ減量中も増量中もこんな感じで食べております。いただきます。でご飯食べるときはネットフリックス見てるんですけど、今宇宙兄弟見てます。漫画でもともと読んだことあったんですけど、アニメで久しぶり見るとめちゃめちゃ面白いです。ちょこっとずつご飯食べるときに見進めています。はい、朝ごはん食べ終わりました。で今からオンラインコーチングのちょっと返信の方を何人分かやっていきます。オンラインコーチング食事指導の方では、こういったスプレッドシートを使ってクライアントさんのデータを管理記録しております。こんな感じですね。体重とかの数値をグラフで見ながら日々食事のフィードバックを送っております。はい、今ジムにいます。だいたい朝来るとルンバもどきエアロボットが段差でどっかで止まってます。やっぱジムだと障害物が多すぎてちょっとルンバ系は難しいですね。昼ご飯です。米と豚肉と野菜と卵、韓国海苔と卵ふりかけです。疲れますよね。Get paid. We the best, man. We the best, man.
contest. My clique is the best. We the best. We the best. We the best. Best. No contest. My clique is the best. We the best. We the best. Best. We the best. Best. No contest. My clique is the best. We the best. We the best. Best. We the best. Best. No contest. ラムネ味結構飲みやすくて美味しいです。コストコのベーグルです。最近チーズ味があったんで買ってみました。こんな感じですね。はい、帰ってきて4食目です。ご飯と朝作った肉と野菜です。いただきます。やっぱ基本鶏肉食べるんですけど飽きてくるんで、たまにこういう豚肉食べたりするとやっぱご飯が進むなって感じです。あとは毎回料理するのほんとめんどくさいんで、もう自分はもうバーッと炒めて大量に作って、こんな感じで小分けにしてます。で、増量期は減量期ほどシビアではないので、まあ多少豚とか牛の脂が少しあっても、まあ、気にせずに食べてます。もちろん食べ過ぎは飽和脂肪酸の摂取量多くなるのであまり良くないんですけど、まあちょっとぐらいなら全然問題ないので、自分はこんな感じで、まあ、いろんな肉とかもちょこちょこ使いながら食べてます。だいたいスーパーとかで半額になってたらもうカゴに入れて冷凍庫にいっぱいストックしてっていう感じでやっております。